お待たせしました。屋台の中でも一番若いメンバーでやってると思うんで、めちゃめちゃ熱く元気にやってるんで、世界中から地をめがけて来ていただけるような屋台作りをしていきたいと思います。はい、いらっしゃいませ。チョーク。大学で福岡に出て、でそこであのあれです、明太子の美味しさに目覚めて、福岡来て10年なんですけど、もう明太子めちゃめちゃ美味しいなっていうので、自分も明太子好きだし、明太子好きの人に来ていただきたいなっていうので、この名前にしました。自分ももともと実家が日本料理屋で、大学生の時に中洲の屋台とかでアルバイト経験があって、最初の飲食は屋台から始めたいなっていうのがありました。めっちゃ楽しいですよ。世界中からうちめがけて来てもらうお客さんも多いんで、本当お客さんに助けてもらってます。フランスの番組とかにもこの前も取材来てたんで、結構海外の取材とかも今多いですね。相方はあの高校の同級生でイケメンなんで誘いました。設営自体、そうですね、営業を開始するまでにはやっぱ1時間弱ぐらいはかかります。毎日常連さんは来ていただけるんで、なるべく休まずに営業するっていうのはあります。いや、本当いい屋台です、はい、お客さんもいいですし、なんといってもやっぱりいい男ですし、顔はそうでもないんですけど、やっぱりいい男揃いで僕は大好きです、はい、皆さんぜひ明太中毒をよろしくお願いします。たまちゃんもたまにはよろしくお願いします。手羽先です。熱いんで気をつけてください。休みだったらそれ最高だ。
京都から来ました。不倫です。不倫。いやもうそんなんや。ややこしい。なんか明太子がすごい食べたかったので、すごい、はい、美味しかったです。帰ってオリンピック見ます。はい。はい。一人旅。うまっ、うまい。結構えぐるね。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。ありがとうございます。だし巻き。ユウマめっちゃうまいんで。めちゃめちゃうまいんで。もかもかおいしい。めちゃめちゃ楽しいですね、毎日。いやもう達人から誘われて、その時はめちゃめちゃ嬉しかったんで、その時は僕まだ福岡にもいなかったんですけど、すぐ結構決めてこっち来ました。あーもう達人はなんていうんですかね、常に上を見ているというか、高校の時はただのチームメイトだったんですけど、なんか今はもうちょっと尊敬するところがいっぱいあって、かっこいいなと思います。福岡の屋台といえばここみたいな、明太重力だって言われるような有名な屋台にしたいなと思ってます。おかげです。ありがとうございます。そうだ、あれが楽しいの。友達にどれっちゅうあれで、なんと姉さんも考えて飛び降りすぎて、そんな感じ。うちはもう本当屋台の中でも一番若いメンバーでやってると思うんで、まあ、その元気だったりとか、その笑顔とか接客とかもめちゃめちゃ熱く元気にやってるんで、まあ、そこは自信あります。初心を忘れずに謙虚な気持ちを持って、やっぱり地元の人に愛される、世界中から道をめがけて来ていただけるような屋台作りをしていきたいと思います。ホテル民泊運営は当チャンネルにご相談を。開業から運営までトータルサポートいたします。当チャンネルを通して宿泊施設を PR し、視聴者に認知させ強い集客力を実現。月間約500万人に宿泊施設の宣伝ができる。これまで撮影した約600店舗と協業しツアーを展開する独自の集客マーケティング方法。気になる方はコメント欄トップの URL へ。